皆さんこんばんは、スリーピースチャンネルのりょうたです。ヒデです。はい、今回はヒデさんに挑戦、また来ました。はい、でゲームの内容っていうのが、はい、701本、お1本、701本でやります。で、僕がファットブルで、ヒデさんがセパレートブル。はい、ということは、あなたはここ入れたら50点だけど、僕このちっちゃいのじゃないと50点取れないってことね。そういうことです。アウトは僕がマスターアウトで、ヒデさんがダブルアウト。はい、結構なハンデじゃないですか。結構なハンデっていうのも、前回、前々回とノーハンデでやらせていただいたんですけども、はい、そうですね、今回はちょっとハンデをいただこうということで。はいはい、ついに、やらせていただきます。あ、いいですよ。で、今回は負けると、うん、僕3連敗。はい、そうですね、1回2回負けてるんでね、ってなってしまうんで、はい、今回はもし負けたら、うん、ヒデさんが上がった本数よりも少ない本数で上がれるまで帰れません。なるほど。そしたら一生懸命みんな狙わないと。僕は。あ、そうです。うん、頑張りますよ。頑張ります。頑張ります。頑張りますよ。はい、という感じでやっていこうかなと思います。やっていきましょう。それではゲームオン。お願いします。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、めちゃめちゃ集中したよ。インナーは。すごかったっす、マジで。全然入ってなかったけど、緊張してた。あの緊張もあったのかな。で、最初言ってた通り、あの罰ゲームが僕が上がった本数以内なんで、はい、10ラウンドの2本目で上がれるまで、帰れ待てということで。はい。はい、頑張ってください。ちょっとね、これからも、ヒデさんにはね、どんどん挑戦していきたいなと思います。待ってます。はい、それでは、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今夜も3ピース。負けました。3連敗で701を10ラウンドの2本目までに上がるまで帰りません。やっていきます。はい。あれ、何分やってんだろうな。やばい。なんでそんな。ここで決めないとやばいね。ジュートが入ったらおしまいだ。おしんこっていったら入っちゃうから。おお、ブレー。10ラウンドの1本目、9回終わりました。あー、なんでこんなに打てないんだろう。で、ということでどんどん挑んでいこうと思ってるんで、また次3連敗したら罰ゲームかな。はい、それじゃあまた。